はい、高熱が出て自宅療養をしていらっしゃる方に、まあ、あのちょっとしたね、良くなるコツっていうのをシェアできたらいいかなと思っております。まずですね、その高熱と言いましても、その39度から40度、もう39度5分ここら辺まで行きますとね、やっぱり、薬に頼りたくないなという気持ちはあるかもしれませんが、一度ね、その薬で抑えた方がいいんじゃないかなっていうのが僕の意見なんですよね。じゃないとね、脳みそが熱すぎて破裂してしまうと思うんですよね。だからちょっと脳みそを守るためにもね、せめて38度5分ぐらいになるまでは、ちょっと薬物の力をね、お借りするのも悪くないんじゃないかなと。まあ、市販薬としてはですね、バファリンとかイブとかね、売っておりますが、あの薬剤師さんがいらっしゃるね、処方箋出してるところに行っていただきたいんですよ。そうするとね、ロキソニン S、 これ売ってますから、これがやっぱり効きますね。あの一回一錠でもね、ぐっと熱落ちて、やる気もね、エネルギーもみなぎってきますのでね、まあ、あの賛否両論ありますよ。このロキソニンね、ついつい癖になってですね、乱用してると、まあよろしくないというような話もありますけれども、まあ、緊急対策ですよね。で、38度5分とか38度とかその辺に、下がってくるとですね、まあそれでもね、寒いと思うんですよ。おかんがするっていうかね、部屋をむちゃくちゃ暖かくしてもね、布団かぶりまくってもね、それでもね、鳥肌立つとか、あの寒気がするとか。だからその寒気がしないぐらい体を温めてですね、そしてやっぱりおでことかね、首のところにはね、冷えピタとかね、そういうのをつけていただくのがいいんじゃないかなと思います。苦しいですからね。まあ、熱を下げる方法って2つあるんですけれども、まあ、薬を使う、もしくはその氷のとかね、その冷えピタシートとかでね、無理やり外部から冷たくして下げるというようなことがね、あるかもしれません。で、あのここからが大切なことなんですけれどもね、もう本当にしんどいと思うんですよ。また熱がどんどん上がってきたりね、それから寒気がしてきたり、筋肉痛とかね、体の節々が痛み出したりすると思うんですね。その時にね、寒くないようにしていただいて、布団の中でちょっとね、痛みと向き合ってみていただきたいんですよね。あー、なんか目頭、左の目頭の奥が痛むな、これはどういう痛みなのかなとか言ってね、そしてね、注意を向けているとね、あれちょっと待てよ、この左の奥、目頭の奥の痛みはなくなったぞ、あ、それよりもむしろ右目の上のところのおでこら辺のとこ、あ、ここなんか鈍痛がするな、これ何の痛みやろ、あれ、ん、あ、ちょっと待てよ、あれなくなったかなみたいな、 あそうだ、首のところね、首から耳にかけてのこの耳の付け根の下のところ、うわこれ痛いわ、あ、痛たた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 、この痛みはね、どんな痛みでいつまで続くんだろう、あ、結構これはきついな、でもここでもね、触ったりせず、揉んだりせずね、ひたすらその痛みをね、感じてみていただきたいんですよ。あ、ちょっと待って、これ感じてたのに、今度左の首の下あたりがね、また痛みが出てきましたよ。鈍痛ですね、これは。あ、この顎の、そのね、下のところ、左のね、おー、これは痛いわ。はい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 。あ、と言ってる間に、なんかね、肩のね、まあ、肩こりするようなところ、そこも痛く、ああ、ちょっと太もものね、足のところも痛いですね。あと、左手のね、ちょっと肘のあたり、そちらも、ああ、痛い。ちょっと待てよ。じゃあ、この太もものあたりからイメージしてみましょうか、これは。ああ、やっぱりなくなりましたね。そして、左手の、ここね、これ痛いです。まあ、触らない、触らない、触らない。はい。またね、これ左の首のね、頬の下あたりがね、鈍痛が現れますけど。はい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 。はいはいはい。こんな感じでね、痛みに大げさに反応するのではなくて、いやー、ええなー、最高やなー、ありがたいなー、だってまだ生きてるやん、言うてね。これ体がね、発熱してくれたりね、痛みをね、
伴ってまでもね、その風邪とね、対処してくれたりしてるんやなと。ええな、最高やな、ありがたいな、頑張ろう言うてね、この場合はね、水をたくさん飲んで、まあ、僕はね、葛根湯ちょっと好きですよね。葛根湯言うてね、漢方のね、そういう、風邪の引き始めのおかんとか、その咳とかね、くしゃみを抑えるやつあるんですけれども、あれをちょっとね、飲むんですよ。やっぱり水はガブガブ飲んだ方がいいですよね。いろんなものをね、食べたりね、飲んだりするのが栄養あっていいとかいう方もいらっしゃるんですけどね、食べたくないものは食べない方がいいですね。食べたいと思ったものはね、ちょっと口にするぐらいでいいんちゃうかなと。そう、体が一番よく知ってるんでね。で、何よりもね、栄養はね、やっぱり水ですよね。水、それからビタミン。ね。そしてさっき言ったみたいな、この漢方、葛根湯みたいなやつね。そしてね、ありとあらゆるその痛みとね、向き合って、その穏やかにね、目の力を抜いて、そして体の力を抜いて、穏やかにね、幸せなことを考えてね、いや、これまでね、産んで育ててくれたね、両親のこととか、周りにね、助けてくださってる方のこととかね、それから今まで食べてきた食べ物、ね、着るもの、住むところ全部あった。そうやってね、その置かれている状況、立場を付き合いしている方々、今までこうやって生きてくれたこのことすべてにね、感謝の気持ちをね、こうずっと唱えるんですよ。ああ、またこれね、太もも、左側の太ももの付け根、股関節のところが痛いですよね、これ。ああ、この痛みもね、やっぱり健康な体があってね、その免疫がね、戦ってくれてるおかげでね、感じることができるんやな。いや、この健康な体ありがとう、みたいなね。こんな感じでね、自分の体の痛みとか、そういったものとね、折り合いをつけていくんですよ。寒気とはね、ちょっと折り合いがつかないですから、思いっきり温めていただきたいんですけれどもね。ただ、温めると、頭痛がひどくなったりね、してしまうので、頭はね、冷やしておくことがね、すごい大事だと思いますけど。で、またね、これね、高熱になってきて、もうあかん。これは耐えられへんってなった時はね、またロキソニンに頼ってみてほしいんですよ。これね、いろんな薬併用してどうなんですかっていうのがあるんですけれども、一応ね、まあこれも諸説あるんですけれども、併用したあかんよって書いてあるんでね、まあ僕はそのロキソニン一本でね、行くタイプですよね。それで早くね、効果出したかったらちょっとね、噛んで細かくしてからね、飲み込んでみるっていうのも一つ手ですよね。そしたら1時間後、2時間後もうスッと楽になってね、そしてそっからね、3、4時間ないしは4、5時間持つんですよね、元気な状態が。ただこの元気な状態に動き回ったり無理したりすると、これまたね、無理やり熱下げてるだけなんで、体が戦ってない状態、体の免疫がね、活躍してない状態、そこで無理してるから、今度ぶり返しがやっぱりすごいんですよ。だからこの幸せになった時ね、あれ、全然心の台は痛みもなくなったわ、ああ目もすっきり、おお熱も下がってきた、いう時にね、いかにゆっくりと寝れるかということがね、勝負になってくると思います。今ね、本当に高熱が出てね、自宅療養をね、余儀なくされてる方がたくさんいらっしゃると思うんですけれどもね、ちょっと僕の人生の経験から、一つその痛みとね、折り合いをつけて、そしてね、ゆっくりしてね、水飲んで、そして自宅でね、自然とこうね、治していくというようなね、方法をシェアさせていただきました。今の自分が